こんにちは、波寄り三昧です。2018年7月16日月曜日10時40分の仙台新港の波情報をお知らせいたします。今日の波サイズなんですが、腰腹といったところですね。昨日よりかは若干サイズアップしているように思われます。風なんですが、南東寄りの、まあ、それほど強くない風が吹いています。天気は曇りですね、薄曇りといったところですかね。ちょっと青いところも見えています。人数なんですが、今日は休日なので、混雑しています。そうですね、七北川の河口の方まで、人が入っています。申し訳ありません、今日の天気はなんかピントがとっても合いづらい天気です。曇りの時って実写体っていうんですかね、サーファーとかにピントが合うといい感じで映るんですが、晴れた日とか曇りのところピントのターゲットがぼやけて、どうしてもこうもやった感じでしか映っていないかもしれません。というか映っていないと思います。申し訳ないですけど、波どんな感じか雰囲気だけでも掴んでもらえればと思って今映しています。なんか波暑くてとっても割れづらいんですよね。なので、なかなか乗れていないですね。昨日に比べると風が弱いのでまだいいかなって感じです。今日ワールドカップが気になってよく寝らんなかったんですね。なんか終わった時間とかにスマホを見てたらなんかうまく寝らんなくて、今日は起きるの遅かったです。この時間になってしまいました。どうでしょう、なんかあんまり良くないですね。昨日私が入った時間とかに比べたらまだいいような気もするんですが、ちょっと大きめなこの波とかいければいいのかなと思うんですけどね。申し訳ないですけど、なんか全然今日はピントが合わないですね。あと今日は旗日なんですが、堤防の工事してますね。まあ月曜日ということで仕事やられてるんだと思うんですけど、今日は旗日なんですけど、結構営業用のトラック随分走っていましたね。ご苦労様です。波はテイクオフできる波の数が少ないですね。乗れても捕まってしまう波が多そうです。
昨日に比べるとだいぶ人少ないっすね。明日の仕事に備えて今日は海入ってない人もいるのかもしれないし、早めに帰った感じの車も多いですね。すみません、今日はピントが合ってない、動画になってしまいました。そろそろ動画の撮影をこれで終わりにしたいと思います。本日はご視聴ありがとうございました。